同時開発っていうのは作り方もほぼ同じようなやり方、車両を作るようなクオリティで、用品も同じクオリティで作ってますので、1000分の1台、まあ大きい商品の中でその1000分の1を細々やっているという、それをやって初めて車両と同じクオリティのデザインが出せるっていう。デザイナーがテーピングして、やっぱ1ミリ上げてくれとか、やっぱ1ミリ下げてくれとか、キャラクターラインが1ミリ上がれば面も変わるんですよね、それに伴って。それってすげえことで、いかに絵みたいに再現できるかっていう、まあ、かっこいいっていう言い方だけじゃないんですけど、完成度が高くなるっていうことなんですよね。簡単に言うとめんどくさいですよ、1ミリ2ミリ、はい、本当かよっつって思いますね。その1ミリ2ミリっていうのが設計をするときに結構効いてくるところがありますので、僕らは造形をもとに中の構造、強度であるとか、形を作るための、金型とかそういうことを考えながら、中身の開発をしているのが主なので、その辺の1ミリ2ミリコンマ5ミリまでっていうのが、効いてくるというのがあります。完全に車両が、使っているデータっていうのをリニアに僕らは、見ながら開発をしているというところなので、そこが純正用品の強みかなと思ってます。作って終わりではなく、ユーザーさんが安心して使ってもらえるっていうところがまず、第一だと思うんですね。例えばトランクスポイラーなんかは、トランクを開けて重さで下がってきてしまう、トランクが閉まってきてしまうっていうこともあります。で、そういったことがないようにダンパーを交換したり、フォグライトの光の位置が適正な位置に来ているかどうかしっかり整えて、つけられるようにしてあります。ドアバイザーは開閉した時に簡単に取れてしまわないように、金属のブラケットですね、それで止める、で絶対落ちないようにと。フロアマットなんかは足で踏んだり位置がずれやすいものなので、しっかりフックで止めると絶対元の位置から動かないといったような作り込みをしています。